日本共産党の井上聡です日米首脳会談における TPP に関する日米共同声明についてお聞きをいたします総理これはですね総選挙の時きの自民党議員が当選した山形の第二区で張り出されていたポスターであります,す TPP 断固反対嘘つかないぶれない この候補の応援には、総理自身も石破幹事長も行かれておりました、有権者はこれを見て投票しているわけですから、嘘つかない、ぶれない公約を守る、そういう答弁を求めたいと思います。で共同声明はですね、まず、すべての物品が交渉の対象になるとしております、そして TPP 交渉参加国が2011年に発表した TPP のアウトラインで示された、 包括的で高い水準の協定を達成するということも確認をしております。包括的高い水準の協定では何かと、このアウトラインでは、関税および物品サービスの貿易および投資に対するその他の障壁を撤廃するとしています。つまり、関税と非関税障壁を撤廃をするということが明記をされております。これは2011年の11月に発表されておりますが、 それ以降、この内容は変わってないということで、まず確認をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。はい吉田務大臣、えー、TPP のアウトラインですが、えー、2011年11月に、えー、TPP 交渉3加国、当時は9か国ですが、えー、その首脳が発出した文書であります、えー、TPP 協定の特徴、範囲、交渉の進捗状況等を示すものでありますが、 えー、TPP 交渉自体はその後も進展しておりますが、TPP の輪郭内容自体は変更されたとは承知しておりません。はい、井上立花、えー。変わっておりな、今すみません。つまり、共同声明はですね、TPP についてすべての物品を交渉の対象にすると、うん、そして関税と非関税障壁のを撤廃する協定の達成を確認をした。つまりですね。 正規はないということを、私はまず確認をしている、このことを指摘したいんですね、ところが総理は、首脳会談において、正規なき関税撤廃が前提でないことが明らかになったと、こういうふうに発言をされております。しかし、この関税を撤廃するというアウトラインを達成するとしながら、正規なき関税撤廃が前提でないということはですね、これ、矛盾するんです。本来、成り立たない話なんですね。 そもそも共同声明には、前提でないなどという文言はどこにも書いてありません、総理がそのように認識をしたと記者会見で言われているだけでありまして、共同声明に書かれているのは、一方的にすべての関税を撤廃することをあらかじめ約束することを求められるものではないとしているだけですね、これはつまり、えー、まあ交渉の場で例外を主張することは妨げないという程度のことであって、 えー、過ぎないものであります、えー、交渉の結果、関税撤廃の例外が認められる、まあ、そういう何らかの保障がいったんあるんでしょうか安倍内閣総理大臣。<laughs> まあこの、まあ、共同声明において、ですね、えー、まあ日本にはまあ一定の農産品、そして米国には一定のまあ工場製品というように、えー、両国ともに二国間貿易上のセンシティビティが、 存在することを認識しつつ、両政府は最終,最終的な結果を交渉の中で決まっていくものであると、まあ、つまり、えーまあ、住民との公約というのは、えー、正規なき関税撤廃を前提条件にする以上、交渉には参加をしないということでありますから、えー、もう全く関税撤廃はないんだということをおが、えー、約束をしなければ、 交渉参加ということにはならないということであればです、ね、それは交渉には貼れないということでありまして、今申し上げましたように、このようにセンシティビティまが存在をするということはです、ね、正規は正規なき関税撤廃ではないというふうに私は認識をしたわけでございます井上君、えー。JA の会長もです、ね、このアウトラインを達成するとした以上。 えー、TPP の特徴である例外なき関税撤廃を前提にしたものとしか返することができないと、こういう声明を出しております、その中で、今、総理言われましたけど、日本の農産品についてセンシティティが存在することが認識されてるけれども、関税撤廃対象から除外することを確認したわけではないじゃないかと、こういう談話を出してますよ、つまり、正域なき関税撤廃が前提ないことが明確になった、とても言えないんじゃないですか。はい、安倍総理 あのまあ、先ほど、まあ、委員がおっしゃったようにです、ね、えーまあ、一方的にすべての関税を撤廃することをあらかじめ、えー、約束することを求められていないとあいうことはです、ね、いわば前提として、す、え、べ、ーまあ、てのお関税撤廃ということを、えー、約束をしなければいけないということではないということでありますから、えー、正規なき関税撤廃ではないと。 このように私は理解したわけでありますし、えーまあ、首脳会談においてです、ね、先ほど申し上げましたように、えー、自由民主党が、そして私が、どのように党として約束,をしたこと約束したかという中において、正規なき完税撤廃を前提条件とする以上、えー、交渉には参加できないということを約束をしましたよということを申し上げたわけでありまして、その上において、えー、この共同声明の中においている、まあえー 第2パラグラフを申し上げまして、まあ、これを文章化をしてもらいたいということを申し上げた、そしてその上において、有権者に対して、正規なき関税撤廃ではないということを説明していきますが、それでいいんですねということも申し上げたということも、お話、井上聡君。つまり害、例外措置が取られる何らの保障はないんだということを、事実上お認めようになりましたで。これ、一からの議論じゃないわけですね。最初のパラグラグフで、 すべての物品を対象として関税を撤廃するというアイトラウンを達成すると、これを認めている、つまりこの枠内での交渉で、その交渉の中で別に主張するのは構いませんよということを確認しているにすぎないわけですよ。もともと TPP 参加はですね、アメリカだけではありません。すべての加盟国の承認が必要です。そして最初からの加盟国であるニュージーランドは、例外措置を認めておりません。2国間だけで確認をして、 そして、正規なき関税撤廃が前提でないことが明確になったと。私こういうことを言うのはですね、国民を欺むもんだと思いますよ。しかもですね、TPP に関する自民党の選挙公約は先ほどありましたように、これ以外もあります。6項目、トータルであるわけですね。食の安心の安心安全の基準を守る。国民解放権制度を守る。などなどありますで。首脳会談前の予算委員会で総理はですね、6項目をすべて守るのかという我が党議員の質問に、 国民との約束はししっっかり守っていくとと答弁をされましたところが、先ほどの議論にもありましたように、この共同宣言の中では、えー、関税以外の関心事項について、二国間協議を継続するとあるだけであります。これで参加を表明をするなといえば、結局、六項目の公約は保護にすると、そういうことになるんじゃないですか安倍内閣総理大臣。六、まあ、項目に書いてあること。 ええまあ食品のですね安心安全を守っていくのは当然まあ政府にとっては責務でありますからええまあこういうした点においてですね我々がああ言わばそれを実践するということはまあありえないわけでありますまあそのことははっきりと申し上げておきたいと思うわけでありますえそしてまあ首脳会談においてはですね正規な完全撤廃を前提条件とする以上。 我々はまあ交渉にはまあ参加できないということを申し上げたわけでありますが、それと同時に、残りの第2項目から第6項目まで、まあ、つまり5項目についても、私はお話をしてまいるわけでありますはい野上君話しただけっちなん,なんですねで、自民党の TPP 政策を作った責任者である林農水大臣。 この委員会でも答弁をされましたけれども、6項目に明白に反することがあれば、交渉に入っていくのは難しいと答弁していす。つまり、交渉の中で議論することじゃなくて、交渉に入る前にそのことが確かめなければダメだめだということを言ってるんですよ。なんの、それがないじゃないですか、この答弁とも食い違ってるんですよ。私はね、これは国会をも欺くようなことだと思います。で、このポスターはですね、結局、6項目の公約を守るならば、 TPP 断固反対という結論しかないということを、自民党自身が認めたてたということですよ。有権者はね、このポスターを信じて投票しているわけであります。ですからね、嘘つかない、ぶれない、これ今必要なんですよ。自民党はね、交渉参加について総理に辞任したそうでありますが、有権者は公約違反を一任をすることなどできません。しかも TPP への参加による問題は、自民党を掲げた6項目だけじゃありません。 もう日本の経済主権を奪って、農業や食の安全、医療、経済もです、ね、根こそぎ壊すもんですよ。私はまさに、某国のこういう方向について、絶対に参加をすべきでないし、公約をしっかり守り抜けと、そのことを改めて強く求めまして、質問を終わります。 今日は日米首脳会談における TPP に関する共同声明について質問をいたしました。あの総理はに首脳会談で、えー、正規なき関税撤廃が前提でないことが確認されたということを盛んに言っているわけでありますけれども、質問を通じて、実はすべ、えー、ての関税を撤廃をするという枠組みが前提であるということ。その中で、えー 一定の例外を主張するのは構わないという程度のことであって、えー、何ら、えー、例外が実行される保証は何もないということを事実上総理が認めましたそれから、えー、そ,れそれ以外も含む6項目についても何ら公約が守れる保証がないということも浮き彫りになったわけで。 改めて自民党の総選挙公約違反の姿がですね浮き彫りになったと思います今日はこの総選挙中のポスターもですねかざして嘘つかない売れないということでやれと言ったわけですけどもそういう逆に国民に嘘をつき売れる姿が浮き彫りになったと思います実はこのポスターはネット上に出てたやつをです、ね、ずっと探しまして山形県の我が党の市会議員の方が 撮影したっていうことが分かって昨うべ、えー、メールで送っていただいて今日使うことができましたあ全国の皆さんのいろんなあの協力にも感謝をしたいと思いますどうもありがとうございました